パリオリンピックのレスリングは7日、日本時間8日未明、女子53キロ級の準決勝が行われ、初出場の藤波明、明、日体大が前回東京大会銀メダルの黒丸キュヤンタマ、中国を破り、銀メダル以上を確定させた。公式戦136連勝、8日、日本時間9日の決勝でルシア・ジェペス、エクアドルと戦う。 藤浪は1回戦で米国選手と対戦藤浪が負傷で出場を辞退した2022年世界選手権の覇者だったがホール勝ちを収めてみせた2回戦は同世界選手権準優勝のモンゴル選手に対しやはりホール勝ちし準決勝に進んでいた決勝では一礼して入場第1ピリオド相手の背後を取って2点を先制さらにスピード感ある攻めで2点また終了間際に2点 第2ピリオドも構成、すぐに2点を取り、結局テクニカルスペリオリティー勝ちを収めた。藤波は三重県出身、父の俊一さんや兄の影響で4歳からレスリングを始め、小学生時代から全国大会で優勝するなど頭角を現した。シニアでは21年の世界選手権で初優勝。 公式戦では中学2年生だった2017年6月の敗戦を最後に連勝街道を走り続け、メダル獲得でパリオリンピック代表に内定する昨年9月の世界選手権、ベオブラードも5試合中4試合が無失点という充実ぶりで2年ぶり2度目の優勝を果たした。今年3月に左をを痛めて手術を